大谷翔平、なんとケリーの奥さんにポルシェをプレゼント。旦那に背番号17番を譲るよう説得をしていたアシュリー・ケリーにまさかのサプライズ。It's yours. It's Shohei. He wanted to gift you a Porsche. I swear. これはケリー選手の奥様も嬉しい。大谷翔平はプレゼントも一流。素敵すぎやろ。太っ腹、すごい。プレゼントも異次元、大谷さん。太っ腹すぎる。さすが大谷翔平。ケリーさんの欲しいものリストに入ってたんか。このサプライズは嬉しい。さすがポルシェのアンバサダーやってるだけのことはあるな。でも、大谷がありがとう、だけで済ますわけない、とは思ってたけど、まさかポルシェとは、恐れ入りました。はぁ、こんなんされたら惚れてまうやろう。すごいねー、かっこいい。気配りが本当にトップレベルなのよ。奥さんすごいアピールしてたもんね。プレゼント内容もスーパースターすぎるな。プレゼントのレベルがメジャー級。さすが大谷さんスケールが違うね。お高い時計かと思ってましたが、ポルシェとは太ったら翔平さん惚れましたわ。ポルシェプレゼントしたの、マジで、さすが大谷すごすぎ。ケリーの妻もまさかポルシェもらえるとは思ってもなかったね。これ、ケリー側からすると嫁の気持ちが大谷に行ってしまうんじゃないかってモヤモヤしてまう。大谷さん、ヤバすぎるよ、太っ腹よ。ケリーにではなくて奥さんにっていうのがポイント高い。それだけのものを交換してもらったから大谷的には値段はつけられないけど、なんかお礼がしたいという気持ちすごく感じるわ。選手としても超一流だけど優しさ気配りも超一流。こんな人もう二度と世に出ないんじゃないかと思うね。ケリーの奥さんもだけど、それをしのぐ大谷翔平の恩返しはさすがっすわ。高級時計をプレゼントするんじゃないかっていろんな解説者が言ってたけど、まさかのポルシェをプレゼントするとはさすが大谷やで。